皆さんこんにちは、あらわらの武田ひろみです。今日もですね、スライダーを使った、トレーニングを紹介していきたいと思います。ちょっと毎日ね、最近スライダーのトレーニングを続けてるので、ロゴが薄くなってきたような気がしますが、今日もですね、りょうちゃん遊んでます。独り言言いながら遊んでますが、りょうちゃん、生後4ヶ月になりました。さあ今日もですね、りょうちゃんが遊んでるのを横目に見ながら、少しだけスライダーのトレーニングをやっていきたいと思います。さあ今日はですね、コアを使いながらお尻もしっかりと使っていくトレーニングになりますので、ぜひ一緒にやってみてください。さあスライダーがない方はですね、100均に売ってるプラスチックの下敷きで代用できますので、ぜひね、下敷きでやってみてください。フロアだったら下敷きで、十分いけると思います。それではやってみたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。さあ仰向けに寝ていきますね。お膝を立てていきますけれども、お膝とお膝の間は握り拳2個分開いていきます。お膝の真下にかかとが来るようにしてくださいね。さあそのまま足の裏の下にですね、スライダーを置いていきます。下がフロアの方は黒の面が床と接するようにください。カーペットの方はピンクの面が床と接するように置いてください。それではそのままうつ伏せ、仰向けですね、なります。お膝の真下にかかとですね。さあ両手は手のひらを床に向けてお尻の横に置きます。そのままですね、ゆっくりとお尻を上げて下ろしていきます。さあお膝から肩甲骨までが一直線になるように上げていきます。さあ お尻を上げた時にお膝が一緒に開いていかないように気をつけていきましょう。お尻を上げてもお膝とお膝の間は握り拳2個分です。さあ太ももの付け根をしっかり伸ばしてお尻をぎゅっと締めていきますね。さああと3回頑張っていきましょう。1、2、3。さあここからですね、少しアレンジをしていきます。さあ左足はそのままスライダーの上に乗せておきますね。さあ右足、お尻を上げた状態に持っていきますね。右足はかかとをスライダーの上に乗せます。さあお尻上げた状態キープしながら右足を動かしていきます。2、3。さあお尻がだんだん下がってこないように太ももの付け根しっかり伸ばしていきましょう。5、6、7、8、9、10。はい、OK。さあ今度入れ替えますね。右足はスライダーの上、しっかり軸を作ります。左足かかとをスライダーの上です。さあそのまま1、2、3、4、5、6。さあお尻キュッと上がってますか。7、8、9。ラストです。はい、OK です。お疲れ様でした。さあ今日のトレーニングいかがでしたでしょうか。さあ、体幹とですね、お尻にもしっかりと効いていったかと思います。ポイントはですね、太ももの付け根をしっかり伸ばしてもらうことなので、レベルアップした動きの時もですね、片足動いてますが、そっちの足じゃなくてもう片方の軸になる方の足ですね、太ももの付け根をしっかり伸ばしてお尻の筋肉を収縮させてですね、その軸の方のお尻に集中してもらって、しっかりとぎゅっとね、収縮してるかどうかを意識しながら行ってみてください。効かせているところをしっかりと感じていきましょう。さあ今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。りょうちゃん。